東京都出身山下美月。東京都出身高校2年生17歳の山下美月です。歌やダンス演技など何でもこなすクールな山下だが、自分の体なんか百遍やいたって構わない。隠れたヤバい人だからさ、この人。いい子だね。3ミリも伸びたの可愛いね。女の子っぽい牛乳の食べ物、よく女子っていう、なんかとりあえずヨーグルト、チーズケーキと生クリーム食べてるみたいなイメージあるじゃないですか。ダンゴムシ可愛いから僕は生きていけるみたいな思ってそうで、お腹がパンツクパンなんで、パンツクパンなんで、赤巻紙は重きに紙。まだまだ魅力を隠し持つ3期生のエース山下美月に注目。いやーまあポンポンシーッイエーイジャスティス。トップバッターは若槻先輩&山下美月ペア。私が紹介する3期生は山下美月ちゃんです。おー山下美月ちゃん。山下、あの山下ちゃんはですね、はい、私あの3期生のお見立て会に行ってたんですけど、うん、もうその時に一目見て、うん、あもうルックスが完成されてると、うん、もうアイドルだなっていうことをメンバーの人と喋ってたりとかして、あの実際にですね、はい、すぐに入ってすぐにモデルのお仕事もしてたり。モデル、はい、モデルのお仕事って何やろ。ちょっとお写真があるので、はい、こちらご覧ください。はい、こちらラルムという雑誌で、ラルムという雑誌で、ラルム日村さんもいつも読んでるやつじゃん。そうアイドルされてる。 あの子か。あの時のはジッパー可愛いね。確かにもうこういう感じで、はい、グラビアではないのか、これはこういうモデルさんみたいな感じをやったの。雑誌で。そんな瑞希ちゃんは、うん、あの外だけじゃなくて中もすごいということで、はい、まずこちらじゃん、ゴルフ、テニス、バレーボール、ダンスと、いろんな運動できるのね。何これ、どういうことやってたの。これやってました。ゴルフは珍しいよね。ゴルフ、女の子で17歳で。お父さんがすごいゴルフ好き で、うん、で小学生の時一緒によく打ちっぱなし行ってて。あ、ではここで得意のゴルフのスイングを披露。あのさ、何ドライバーのつもりなわけ。今ドライバーね。あ、いや、そうですね。ドライバー、ドライバー、ドライバーだ。オッケー、オッケー。行ってみよう。ロングホールから、これどのぐらい。いや、どういう設定かを聞きたいから。そうそうそう、どのぐらい飛ばすつもりで振るのかどうか。何やろ飛ばすのこれ。60ぐらい。60やろ。そんなのショートホールも全然じゃんか。そんなドライバーじゃないじゃない。200行こう。あ、200、じゃあ頑張ります。200行くよ。はい、ナイスショット。いやなんだろ、なんだよこれ。接待ゴルフって聞いたことあるけど、接待素振りってあんま聞いたことない。しかも先輩が接待するってどういうことなの。体育系のものもできるんですけど、うん、実はあの女性らしい特技もありまして、うん、それいいね、はい、なんだろう。それがこちらです。茶道、はい、お茶。高校で茶道部の副部長やっていて、あれちょっと今日は、うん、あの物が用意できなかったので、エアーで、エアーでバナナマンさんの二人にちょっとお茶を立てる。マジか、地獄の時間じゃねえか。ぜひちょっと前の方で。エアー茶道。では茶道部副部長山下によるエアー茶道。じゃあお茶を立てます。お願いします。お願いします。俺らもあんま知らないから。俺たちはね、こうしたらいいのか。何してんだろう。これお茶をポンってやります。お茶をポンってやって。お湯入れます。組みました。立てております。まあ、立てております。まあそうだね、はい、どうすんだ、なんか回すんだよね。美味しかったです。ありがとうございます。若槻。ありがとうございます。若槻。当日予算がないみたいなんで、ちょっと用意できないということで。若槻がいけないぞ。
若槻のせいだからな、はい、でもこういうあの茶道もできたりとかするというか、こういうちゃんと、はいね、日本の伝統的なこともやれるわけね、はい、女性らしいと。そして最後に、はい、まだあんの、はい、体を張った自己 PR をちょっと考えてきたので、じゃあそれではよろしくお願いします。空前絶後の超絶怒涛の乃木坂46 3期生乃木坂を愛し乃木坂に愛された女、我が名はサンシャイン、やまバカしたイエーイ。いや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 、あいつなんで入ってきたの、なんで入ってきたの、なんで入ってきたの。なるほどね、サンシャイン、続いては山下美月のお悩み。え、顔と体のバランスがおかしい、顔が大きくて他のメンバーと並べない、はい、どういうことさ。私ちょっと顔が大きくて、え、ちょっと前に出てきてもらっていい、はい、バランスおかしい、何にも分かってない、顔が大きいんですよ、ここがでかい、ここの音も大きいか、ここがちょっと後頭部が出っ張ってて、鉢がでかいってことだな、この周りが。なんか乃木中に初めて出演させていただいた時のやつを家で見てたら、なんか一人だけめっちゃ顔大きい人いるなって思って見てた自分で。嘘、本当自分だった、それ本当に自分だった。あれ、秋元もう立っちゃう、まあ、先生まだ、先生最後に、先生最後にちょっとお話聞かせていただくの。失礼しました、はい、それの自分のバランスが悪いなと思ったわけ。マネージャーさんとかにも、なんか飛鳥さんが楽屋でちょっと、いや飛鳥ちゃんはもうあれはちょっとね、あ、宇宙人レベルで、あの顔すごいちっちゃいじゃないですか、うん、で寝ててなんか起こすために、あの頭をこうやって持ち上げたらしいんですけど、足だったんでしょ。間違えちゃったんで、違うんですけど、うん、頭を持ち上げて、うん、で、あ、ちっちゃいなってなって、その後に私の頭を触ったら本当に2個分あったらしくて、斉藤飛鳥の、そうなんです、そこまでじゃなくないで、やばい、それ斉藤飛鳥がやばいよ、逆に。ちょっと先生にね、ここは先生お待たせいたしました、はい、あの彼女がバランスが悪い、悩んでる、私と並んだらどうなるんだっていう感じなんですか ねちょっと、だって顔がでかいでおなじみの違いますよ、違うんです、頭でした、頭なんです、頭が小さいっていう思ってるんです。ちょっと並んでもらってもいいですか。結構ずっと気になっててそれ、うん、あの写真撮ったこともあるんですけど、うん、真横で撮ったことないんですよ、うん、だから直していただきます。じゃあこの線に並ぼう、あ、これそう、ちゃんとね、ちょっとちゃんと 線に並ぶ、ああやっぱこうなったらもう全然じゃん、全然ちっちゃいじゃん、やっぱ秋元の方がでかい気がする。今こうやって線にこうやって合わせたこの頭がもうでかかったもん、だってこう映った時の方が、マジだって、俺今それずっと見てたけど、このもうちょっと線に合わせてみてって言った時、もっとグッとこう、もっと頭下げて、ほらこれでも違うじゃん、ほらほら、ああ、秋元の方がもう、秋元やっぱでかい、でかいっすよ、あと秋元の方があと横もあるから、なんでですか、なんでですかはちょっとそれは分かんないけど、ほらで、なおかつ背も低いわけじゃん、バランスで言ったらね、首もないし、いや、全然ちっちゃいよ、首もない、何や、松村が今悪口言ったけど、何すかね、だなと思って、首ないね、だから瑞希ちゃん多分首長いから、明日は別にそんなにバランスあると思わない、バランスめっちゃいい、うん、今こっちから見てると同じぐらいの大きさよ、本当に今ちょっとまだちょっと秋元がでかいから、それじゃダメなんですよ、遠いところにいるんですから、こっちから見てると今ちょうど同じぐらい、ただ秋元なんかはここをチャームポイントに変えて、はい、なんならそれで、うん、チャリンチャリンお金が入ってきてるわけだから、そういうやり方もあるよね、うん、まあ、そうですね、斉藤飛鳥とか顔ちっちゃい子多いので、メンバー絶対並ばなきゃいけない時がもう多いんですよ、でこう列になってこう写真を撮るみたいな時も、もう明らかにチンチクリンなのはもう分かっちゃうので、そうなってきたらもうちょっとのこのせめぎ合いなんかもうどうってことないんですよ、私からしたら、もう関係ないんだ、その大きいものからすればそんなの関係ないから、出た小島よしおだ、関係ないんだ、そんなの関係ないんですよ、だから
開き直って写真とか撮る時もなんかこの子顔ちっちゃいよみたいな感じでこうイエーイみたいな感じで。でも確かに高山も言ってたけどわざとそれで後ろ入るとかよりもその方が気持ちがいいよね、はい、多分そうなんだよね。ただ一個悩みがあるのは池とか見ると落ちちゃうの。そんな多くないです。悩みは悩みは、うん、あの瑞希ってすごいなんかあの綺麗だし、うん、モデルさんとしてなんか雑誌とか出させてもらったりとかもしてて、うん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 、ビジュアル的にもすごい完成されてるので、うん、この頭のこっちの世界に呼ぶのはなんかちょっと申し訳ない。こっちの世界、頭の世界。もう化け物じゃないか。もう化け物が言ってるじゃん今。そっちの世界じゃない、その秋元とかジャイアント白田さんとかがいる。ジャイアント白田さんは組んでないです。さあ飯系で山下3期生、はい、山下、はい、なんかご飯家変わってたの。家に白米出るじゃないですか、うん、全部塩ご飯でした。塩ご飯、塩がかかって、うん、夜ご飯とか出てきて、めっちゃ味濃いみたいな。え、もう全員もう初めから塩がかかったご飯が登場するわけ。そうなんです。なんか濃いのが好きなんだ家族が。だから全部おかずも味濃いし、もうなんか飲み物も炭酸だし。お母さんがぶっかけてもマジで出してくるんでしょ。全部出してきちゃって。まあ味濃いのはうまいけどそれかなりだね。うん、え今もそうやって食ってんの？実家帰ったら、うん、なんかもうご飯にドレッシングとかかけて。ドレッシング。味がもうだから味がないと嫌なんだご飯に。そうなんですよ、ね。ソースも好きですか？ソースうちないんですよ。えソースがない？ソースとかケチャップとかマヨネーズが嫌いで。あ？全員？そうなんですよ。もうえ何それ？じゃあ揚げ物とか何かけてんの？全部塩かけます。え？塩が好きなわけ？醤油は？醤油もかけます。醤油かけて塩かけて。え何に？何に？なんかご飯とか醤油ご飯とか食べるんですけど。えちょっと待って、え今言ったのは醤油かけて塩かけて。塩いらないじゃん醤油かけたら。いやでも塩の塩分が欲しくて。何なんでも塩だけでいい、なんで醤油もいっちゃうの。いやでも醤油のコクも欲しくて。わがまま。いやコクとかいる、その。いやでもそれが美味しいんですよ。それがうまいんだ。塩分に浸されたいみたいな。マジか。あら、レンタル券。続いては山下の親からのタレコミ。寝ぼけがすごいんです。寝ぼけ。これはですね、はい、朝モーニングコールをしてくれるの、はい、その時に、うん、まあおはようって言うと、うん、ママキリンに餌をあげておいてね。寝ぼけがすごいな、それ。寝ぼけてんな。山下んちはキリン飼ってる？いや飼ってないよ。飼ってない。小さい頃から、はい、なんか寝言とかはすごい言ってるって親に言われてて、うんうん、寝相とかもすごい悪いし、なんか寝てる間に何だろう、物を荒らしちゃうっていうか。動いちゃう。朝起きたら、うん、あのベッドの脇に目覚まし時計とか置いといたり、ぬいぐるみとか全部置いてるんですけど、うん、全部バラバラになって。それは記憶にない。記憶にないです。夢もすごいよく見ますし、うん、金縛りとかにもすごい合うんですよ、うん、だからなんか起きたらなんか足が目の前にあって、うん、自分の足がこう前に あるんですよ。寝てる状、どういう状態で。なんか足が自分のふくらはぎとかが目の前にあって。そう。柔らかいね。毎回自転車をこぐ夢を確か見てて、はいはい、空中でこうやって自転車でね。なんだろう、ね。でハッて目が覚めて自分の足がバタンって下がるんですよ。うん、でなんか寝れないっていう日々。なんか取っといてほしいよ、もう超面白そう。なんだろうね、寝相がそこまで悪いってなんかあるのかもね。おう、まあ、でもなんか話聞くとやばいから、やばいなと思った。なんかそういうなんかもし機会があったらね。いや、あの夢判断みたいなのいいね、とかなんかやったらいいかもね。今度ね、うん、続いては3期生山下瑞希の回答。彼女さんどんな人なんですか。ああなるほどね。と彼女がいる前提でさりげなく聞く。ああ
はい、なんか直接彼女いるんですかとか聞いちゃうと、うん、結構えみたいなグイグイ来てるなって思われちゃうだろうから、自然なノリでえ彼女さんどんな人なんですかとか、えなんとかさんすごい優しいから彼女さんも幸せだろうなみたいな感じで言いつつ、なんかちょっと儚さっていうか、なんか幸せだろうなみたいな。なるほど、羨ましいなっていうね感じをちょっと出して、まあでもこれすぐだもんね、いなかったら彼女さんどんな人なんですかって言ったら、ね、いないよってすぐ分かるもん ね、いないよって言われたら、えなんとかさんすごい素敵だから絶対いると思ったんですけどって言って、なんかさめちゃくちゃ怖い的な感じはあるね、持ち上げるって最初入りがなんかえっていうのがなんか嘘くさいよね。これなんてことなんとかなんですかっていう。すごいじゃん。どうかな。先生の点数。はい。山下。うん。十点満点中。うん。十点満点中の十点聞いちゃったからね今。フライングでリアクションしちゃった山下の得点は十点。すごいじゃん。10点出ちゃったよ、あ10点出るんだこれ、あじゃあこれが一番いいんだ、はい、自分の気持ちがバレることなく、彼女がいる場合はその通り答え、いない場合はいないと答えるしかない、いい質問。あなるほど、これでいいんだ聞きたい時は。まあ彼女がいるという前提で話すので相手の自尊心も、くすぐれて完璧だと。もうこれは満点だという。すごい。続いては満点を獲得の山下。お疲れ様です。会議の件ありがとうございました。〇〇さんのおかげで無事終えることができました。そういえば会社の近くに美味しいお肉のお店ができたので今度一緒に行きませんか。二人でお疲れ様会しましょう。なんかさ、なんか大人な、なんだろう、ちゃんとそういう学校出てる人みたいな、その恋愛学園。そうだね、なんか抑えてるね。なんかもうこれもういいと思っちゃうもん。すげえ抑えてるね。マニュアルみたい。2人でって言葉があるからちょっとこうドキドキする感じもあるしね。仕事のあれがあったし、そう前提はそこだから、もう行くこっちもさ、あ そうだな行こうかなっていう、そういうことよね、なんかなるもんね。そうっていうふうに思わせる言い訳ができ、いっぱいあるよね。美味しいお店があるから行きませんかとかさ、そう仕事が終わってから食べませんかとか、ね、山下なんかでもちょっと末恐ろしいな、なんかちょっとそういうあるね、そういうとこが。なんでこんな大人っぽい感じがいいと思ったわけ。なんか仕事っていうことを前提にして、でお疲れ様会っていう言葉を使うことによって、うん、なんかデートじゃないじゃないですか、はい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 、だからイエスって言いやすいんですよ。なんでそのお疲れ様会のワードが出るわけ。そうなんか最初打ち上げしましょうって。もうこれやったことあんの。未成年なんでねえ、だって、うん、ありそうねえこのやり方。いやでもなんか打ち上げっていう言葉を変換したらお疲れ様会になりました。なるほどなるほど。恋愛エリートぶりを発揮する山下、その採点は9点。やっぱ高い、9点だもん。彼の仕事での活躍をねぎらい、うん、男性が大好きなお肉で誘っているのが好印象。俺これは向井も一緒だったんだけどね。誘ってんのはね、向井が最後オムライスでファーってなっちゃったね、だから、うん。仕事の延長ともいえるお疲れ様会は男性も行きやすいので、あやっぱいいんだ、さりげないけどグッと。なんかお肉っていうか、うん、事前にその会話の流れで好きな食べ物を先に聞いといて、例えばお寿司とかだったら、あ買えるんだ。そうなんです。うわ、ちょっとやばいね。あれあれやばいね。山下マジ恐ろしいな。勉強になります。すごい超魔性の女だよ。続いては山下監督による胸キュン演劇。放課後の教室、今日はクリスマスっていうのに私は一人ぼっち。でも本当は狙いをつけている彼がいるんです。もう少しで行ける気がするんだけどな。先輩、あ、山下。どうした？クリスマスなのに一人で寂しいな。先輩こそ。俺は放課後の掃除当番だっただけだから。それ私もですから。あ、
雪ですね。お前傘持ってんの？あ持ってないかも。そっか、じゃあ俺の傘入ってけよ。方向一緒だろ。いいんですか？ありがとうございます。すぐ終わらせるから待ってて。えらいえらい。あの先輩って好きな人とかいないんですか？え、あ、俺？あいるよ、もちろん。今日クラスの男の子に誘われてて、彼から一緒にクリスマスデートに行こうかなって思ってるんです。え、あ、いいんじゃん。でもお前その子のこと好きなの？好きじゃないですよ。でも好きな人が振り向いてくれないなら私。あのさ、俺じゃダメかな。え？俺と付き合ってください。絶対汚さないです。おー欲しいね、欲しいよね。今まで若月さんからその仕事に対する真面目さとかその熱意を、うん、学んできたので、うん、それを生かしたいなって思います。文化員だろ。そうです。まあ何担当だっけ？スプーンです。スプーンだもんな。スプーンはなんだっけ、こうやるとグニョグニョに見えるようだっけ。そんなユリケラン作っちゃうようだ。作っちゃうそうです、ね、若月さんのことを救います。あ、これはいいね。これはなんか一番強そうだ ね。続いては3期生山下の不幸話。小学5年生の誕生日の話なんですけど、うん、どうしたの？風邪ひいてんの？扁桃腺が腫れちゃって。あ、まあ、大丈夫です。小学校5年生の誕生日の話なんですけど。誕生日、はい、うん、あのキュウリの酢の物を作ってたんですよ、お家で。すごいね、誕生日に、はい、それが一番の料理だと。そうじゃないですか。付け合わせでね。でキュウリをあのスライサーでシュッ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 って吸ってたら、はい、自分の小指までずっとシュッ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 って吸って。キュウリ来たらやべえやつが。キュウリ来たな。おじい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 。そうスライサーしちゃったの。全然気づかなくて。いえ。で気づいてから痛くなるんですよ。笑ってるやん。怖っ。超笑ってんだけど。どうでしょう。恐怖ですよこれ。あの肉まで持ってかれちゃってて。もう行っちゃったんだ完全に。そうなんですよ。いや行って3回ぐらいやっちゃってから気づいたんで。なんで3回行くんだよ。分かんないんですよ。で小学5年生だし皮膚も薄くて。で結構関係あるの小学なんでその理由。小5だから分かんない。大人の方が皮膚は厚いから。そうなんですよ。でなんか骨には見えなかったんですけど、もう結構内部まで行っちゃって、とりあえず血が出てて絆創膏を巻いたんですよ。でそうしたら血が固まっちゃって、うん、で取る時に肉までベリッて行っちゃって、でそうなんですよ。で痛い痛い痛いってなってて、うん、でしかもさらに次の日。ちょっと待って、これサイコパスだよ。ずっと笑ってんだよ。こんなえぐい話をみんな聞いてんのに。あの次の日臨海学校だったんですよ。うわ、で海入るじゃないですか。だから指サックを五重にかぶせて入ろうとするんだよ。それがどうしても入りたくて、で指サック五重に巻いて塩水に入って痛い痛い痛いって。シミタでもいいわそれ。そうです、やりながら泳いでました。しかも誕生日だ。そう、結構鈍感で痛みとかに強いんですよ。我慢強くて。鈍感にもほどがあるだ。3回行ってから気づくって。血がプシャーってなって。いや笑ってるよ。血がプシャーの時ドカーンって笑ってたよ。血とか出ないとダメなんだね。いや来ましたねついに。怖っ、今大丈夫なの後とか。あでも後はちょっと残ってますね。残ってんだ。その酢の物は食べたの？洗って食べたかな。血だらけでしょって。肉も入ってるし。いやでも誕生日だったんで。誕生日だからそうだよ。大丈夫ね。リアルリアルの